ブレンダーでモデリングされていることを前提として動画を作りましたブレンダーで作ったモデルとスカイリムのマニラのデータを使いメッシュを差し替える方法でスカイリムにアイテムとして持ち込みます今回は制作したアイテムを2フデータとして出力する方法とアイテムとしてスカイリム内に表示するまでを掛け足で動画にしてありますウィキやその他のブログなどで 情報がたくさんありますので検索して参考にしてみてくださいここからバニラのアーチャーターゲットを読み込みそれをベースに2フ出力したいと思います緑色の線は不要なので選択して削除してください作業しやすいようにターゲットを横方向に移動させてください2フを読み込むと 作成したモデルが黒くなってしまいます。これを見やすくします。キーボードの N キーを押してメニューを表示させ、シェーディングのところのマットキャップにチェックを入れます。これで作業しやすくなったと思います。 もう一度 N キーを押すとメニューが消えますご覧になられているモデルは元となるメッシュが2つありますつまりアーチャーターゲットも2つ必要になります再度読み込むと読み込み時間がかかりますのでアーチャーターゲット自体をコピーしたいと思います コピーと同時に、X 軸で横に移動したいので、Shift キーを押しながら D を押し、次に、キーボードの X キーを押して横に移動させます。コピーできたので、作成したモデルを NIF データにしたいと思います。モデルを右クリックで選択し、次に Shift キーを押しながら、 アーーチャーターゲットも右クリックで選択してキーボードのコントロールキーを押しながら J キーを押して作成したモデルとアーチャーターゲットを一体化させますキーボードの TAB キーを押して編集モードに入りアーチャーターゲットのメッシュを消しましょうキーボードの Z キーを押すとメッシュを透明化できますのでこれを利用して消し忘れのないように選択して消します 作成したモデルは選択しないでください。キーボードの X キーを押してメッシュを削除してください。このままでは四角ポリゴンなのでキーボードの A キーを押して全選択した状態にしてコントロールキーを押しながら T キーを押して三角ポリゴン化します。これで三角ポリゴン化が完了しました。TAB キーを押してオブジェクトモードに切り替えます。先ほど同様に もう一つのモデルを選択してからアーチャーターゲットを選択してキーボードのコントロールキーを押しながら J キーを押して一体化させてください。キーボードの TAB キーを押して編集モードに入りアーチャーターゲット部分のみ消してください。 キーボードの A キーを押して全選択した状態でコントロールキーを押しながら T キーで三角ポリゴン化します TAB キーを押してオブジェクトモードにしてくださいこれで NIF データにする作業は終了ですこのまま出力をすると位置がずれてしまうので位置ずれを修正したいと思います n i データ化したモデルのパーツを全部選んです コントロールキーを押しながら A キーを押してメニューを表示させますメニューが表示されたら回転と拡縮を選択して左側のウィンドウ内にチェックを入れますこれですべてのメッシュの位置が修正されましたテクスチャの貼り方や チームの付け方は省略させていただきます。ファイルからエクスポートを選択2歩を選択して画面のようになっていることを確認をして出力してください出力が完了しましたコリジョン用のベースを作りますご覧の場所に収納されていますので解凍して使用してください 読み込んだ状態です。ニフスコープ画面内のローブを左クリックをして選択してください。にふスコープ画面左側に青く表示されている部分にカーソルを合わせコントロールキーを押しながらデリートキーで削除して名前をつけて保存してください。これからにふスコープを2つ使って。 コリジョン判定のない元モデルを先ほど作ったコリジョンのみの2フスコープにコピーをしてコリジョン化をしたいと思います画面のように2フスコープを2つ表示してください先ほど作ったアイテムコリジョン化ベースを読み込み表示してくださいもう1つは制作済みの2フを開いたものになります制作した2フにはコリジョンがありませんこれからコリジョン化ベースに 製作ししたニフをコピーしていきます。制作したものは2フデータが胴体と鼻の2つありますまずは胴体をコピーしたいと思います画面のように左クリックで青くしキーボードのコントロールキーを押しながら C キーを押してコピーしますコリジョン化ベースのウィンドウに移り画面のところを左クリックして青くします コントロールキーを押しながら、v キーを押して貼り付けます。貼り付けが終わりました。次は鼻の部分のコピーと貼り付けを行います。先ほどと同じ要領でコントロールキーと v キーで貼り付けます。貼り付けが完了すると2。歩の名前が自動で割り振られてしまうので、テキストという小さい。黒い字の部分を左クリックして名前を書き換えます。 一応、コリジョン化が完了しました。スカイリムのデータフォルダに、適当にフォルダ名を付けて、NIF とテクスチャを保存してください。次は、クリエーションキットの登録の方法になります。クリエーションキットが表示されたら、画面左上のファイル、データの順でクリックしてメニューを開きます。次に、 スカイリムとアップデートをダブルクリックをしてチェックをつけて OK を押しますしばらく待つとワーニングが表示されるのでキャンセルを押しますそれ以外は押さないでください画面左側にあるところからミスクアイテムというところを探してくださいエディター ID 内のどこでもいいので右クリックを押してニューを選択してメニューを表示してください ミスク・アイテムメニューが表示されました ID はクリエーションキットで管理するための ID ですので分かりやすい名前を付けると管理しやすくなります名前はゲーム内で表示される名前です重量や価格はお好きな数値を入れて設定してくださいそれでは先ほど作った2符を登録したいと思います 先ほど作ったフォルダを選択して2符を読み込んでください正常に読み込みが終わると画面のように先ほど作ったアイテムが表示されます設定が完了しましたら OK を押してくださいこれでアイテムの登録が完了しました不安な人は検索窓に登録したアイテム名を入力して表示してみてください アイテムを落としたときの音や拾ったときの音も設定できますのでいじってみるのもいいと思います画面左上のファイルをクリックして「セーブ」を押し名前をつけて完成ですこれでアイテムとしてスカイリムで表示できるようになります それではゲーム内で確認してみましょうこの作り方はアイテムかのみです。 他に参考になる動画や参考になるブログ等がたくさんあるので今回メッシュの作り方やテクスチャの貼り方チームの付け方を省きました頭部装備や衣装アイテム付きポーズは違った作り方ですので今後解説付きで動画を作ろうと思いますが説明が難しいので時間がかかると思います次回の動画の内容や公開時期は未定です ご視聴ありがとうございました。